台風に関する最新情報をお伝えします。現在台風23号、これに加え11月5日火曜日午後9時に台風24号が発生しました。この後こちらの進路について確認していきたいと思います。まずはこちら台風23号です。気象衛星ひまわりの画像の方を見ていただきますと、中心の雲の台風の目の方ですがかなりこうはっきりとしているような状況、また渦の方もはっきりと湧いているような状態がありますので、発達していることがわかります。台風ですけども23号ですが5日午後9時現在猛烈な強さとなっています。猛烈な強さで西北西に10キロで進んでいるような状況、中心気圧は905ヘクトパスカル、最大風速は60メートル、最大瞬間風速は85メートルです。台風23号ですが、この後徐々に進路の方を東寄りに取り、日本からは離れる方向に進んでいくわけなんですけども、だいぶ風の方も強くこのエリア吹いているような状況となりますので、それに伴い波が高くなり、小笠原を含むエリアに関しては、この後うねりの方が伝わってきますから、海上の方十分に注意をしてください。続いて台風24号です。台風24号ですがこちらフィリピンの西の海上にある雲の塊、これが台風24号になります。5日21時現在ですけども台風24号中心気圧が998ヘクトパスカル、最大風速が18メートル、最大瞬間風速が25メートルです。東にゆっくりと進んでいるような状況となっています。台風ですがこの後発達しながら西の方に進んでいくような状況となりますので、日本への直接的な影響はありませんが、こちらのエリアの方を訪れる方がいらっしゃいましたら、最新情報を必ず確認するようにしてください。以上、台風に関する最新情報をお伝えしました。